アルバイトで出て、それでそういうあの芸能界入りました。アルバイトってあるんですか？そういうアルバイトって初めて聞きました。あれ、その話してなかったの？してない、してない、この間は。素人の子だけじゃ、ちょっと不安だから、プロの人を呼ぶ。その時に、プロの人はやってたのは、やっちゃえ伊藤和恵チャンネル。こんにちは、伊藤和恵です、またまたやってきました、宮古寿司さんです。なんかここの、松村雄貴くんと宮田くんとの会話の回がすごい再生回数で、130万回ぐらい行ってるんだよね。もうすごくて、またやってきましたまあ美味しいし、そしてですね、今日のゲストはこの方です。こんにちは、田中美奈子さん、また来てくれました。よろしくお願いします。ねえ、なんか気になるお店だったんでしょ。ちょっとね、うちの旦那と学校が一緒みたいな、うん、あ、そうなんだ、うん、ちょっとじゃあつながりはつながりがね、ある、あるんだね、お会い初めて、お会いしたことは会ったことは一度もないね。え、大ドラマ出てるけど、スクールコップに出てて、宮田くんはスクールウォーズの方だったから、ちょっとそこはすれ違ってるんだよね。そうなんですよね、今日楽しみにしてきました。はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、はい、お邪魔します。こんにちはシャリが小さいから書いてもらう。うわ、すごい嬉しい。食べ足りなかったからまた来たいっていう伊藤さんのお話もあり、倍ぐらい食べれる。倍とは言わない。どんだけ伸ばせんの結構見てる人いるよ。あー、よかった。だってこれ137万回とかすごいんだよ。ここすごい、一番人気よしやると、あ、そう思うとかねえ、今伊藤和恵綺麗ですか？あ、綺麗だよもっと言っといて、まあ、誘っちゃって私の仲介ではい、乾杯、はい、乾杯、よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ、よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。お願いいたします。なんかはじめましてな感じじゃないかなと思ったら、はじめましてだったのね。私は知ってますよ、だってファンだったって言ってなかった。スクールウォーズスクールウォーズ見てましたね、はい、そしてシングル CD、 ああガール、ガールって曲、そうそう、あれデビュー曲ですか？そうそう、あのコマーシャルを出た時に、あー、コマ、何のコマーシャルなの？パクスティック、そう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 、パクスティックって何？なんかポテトチップスの棒状のやつみたいな、そんな、まあ、味で言うとカールの長いやつ、ね、あ、そうそうそう、うん、それにアルバイトで出て、それでそういうあの芸能界入りました。逆なんですね、じゃあ芸能界に入ってからそれが、違う違う、じゃないんだ。そうそう、アルバイトってあるんですか？そういうアルバイトって初めて聞きました。あれ、その話してなかったっけ？してない、してない、この間はうちにお客さんで、ここに、そうそう、来て、うちの父親がまだ寿司屋やってた時に、うちのお客さんで CM のディレクターがいて、CM のディレクターがいて、いつもここの席に座ってるんですね。そう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 。で、僕はまだ中学生ぐらいだったんだけど、その人まあ前からよく来てて、それで僕の父親に、お宅のお兄ちゃんちょっとあの CM コント撮るんだけど、アルバイトでちょっと貸してよみたいな。そんな簡単に、超ラッキーだよね。で、僕は学芸会もやったことないから、いや勘弁してくださいよみたいな、あのことだったんだけど、あのまあお客さんでもあるし、とね、あとね、魅力的だったのがね、1日ね2万円だった。いや、もうちょっともらってもいいよね。CM にしてはちょっと安すぎる。あ、そう？でもね、この話をみんな普通の人にすると、普通の人ってあれだけど、お客さんにすると、あのね、みんなね、高校生だろとか、1日2万円だろとか、それは行くよなって。あー、そっか、ね、学生、そう、学生のアルバイトとしては、ね、確かにそりゃそうですよね、そんな時間かかんないしね。そう、でもね、あのね、そうそうそうなの、ね、土曜日のね、午後から、土曜日の午後から、
撮影があるから、うん、僕だけじゃなくて友達あと3、4人呼んできて、うん、で友達そういう、友達もそう自分で誘わなきゃいけないっていう顔も見ないで、そう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 、だから本当にどうって、ね、どうってことない、あのただ2万円でなんか高校生ぐらいの男の子を何人か呼んでそれだけのアルバイト、それで一日撮影して、この話知らない、本当知らない、いや聞かなかった、面白い、この話はね、まあ表に出ないこといっぱいあるんだけど、うん、あのそのディレクターは素人のことを言いたかったんだけど、うん、素人の子がだけじゃあのちょっと不安だから、うん、あのまあ、スポンサーも運っていうかどうかわかんないから、うん、あのプロの人を呼んで、プロの人がいて、これでちゃんとお芝居してやってるわけよ、うん、あのコマーシャル、撮影して、うん、それで、あの僕らはさ、弁当かなんかタダで食っていいって言うからさそれも嬉しい、ね、嬉しい、嬉しい、飯好きだからあの、食ってたの、隣で、まあ、学生服着て、うん、あのプロの俳優さんがやってたんだよね、うん、まあ、すごいなと思って、うん、それで、まあ、撮影して、もうたくさん何やったか分かんないぐらい撮影して、うん、それで終わったんだけど、うん、まあどうなるか分かんないから、うん、とりあえず2万円だけもらって帰る、うん、でいいっていう、うん、でその2万円、まあ行きはバスで行ったんだけど帰りはなし使っちゃったんだそう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 それでさ、何日かしたらさ、うん、君のが放映されることになったからさ、へえ、あ、そうか、一応2バージョン撮っといてってこと、そうそうそう、プロとするか分かんないけど、ね、そしたらね、君の方が出来が良かったから、君の方撮るよっつって、それで君の方が出るようになったっつって出たんだけど、うん、その時にあのプロの人がやってたのが、うん、柳葉君だった。柳葉さんは怒っちゃったってことなんですか？そうそう、当時ね、だから僕ね、まあすごい古い話なんだけど、それでその時に。僕のコマーシャルが当たって、うん、あの子誰みたいなことになった時に、うんうん、そのなんかこのぐらいの箱にカレーとか胡椒とか SB の商品持ってきたけど、そのどこじゃないだろうぐらい売れたと思うんだよねそんなでも僕はほらそう、そんな何なんかね、なんかドラマとか出るようになると思わなかったからさ、あ、そうか、うん、僕気になるのが2本目のギャラはいくらだったんですか？あ、そしたらやっぱりね、子供だから知らない。その時はもう事務所入ってたんですか？その時は、うんうん、まだ入ってなくて、その CM の制作会社の、うん、ディレクターの事務所の人のなんか預かりみたいになって、うん、それでお金のことは全然知らない、うん、ただその時にね親とそのディレクターっていうか事務所の人が話して僕出たんだけど、うん、覚えてるのはその頃ね、車の免許取ったばっかりだったの、うん、その時に車欲しいしたらすぐ買ってくれて、あ、それくらい、これ買い物ってなかったらね、どれが欲しいんだって買ってはくれたね、まあ100万円ぐらいだったね。じゃあ2万円からゼロは2つぐらいはね、そう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 、すごいね。それでだから知らないうちにそうやって出るようになったとか、でだから風邪だった時なんかよく最初のこと聞かれるんだけどさ、うん、いやよく正直言って、いや、やっぱどういう人とかって聞かれるんだけど、いや最初に会ったのはずいぶん前だけど、うん、正直最初見た時、なんでこんなお芝居うまいのみたいななんでこの女の人、この自分より年下だったから、あ、そうかそうか、そうそうそう、だってなんでそんなうまいの、そうそうそう、何をやってたの、何をやってたの、お稽古をしてた、いや私も劇団にいたんだよ、そうそう、いたいた、劇団の、そうだったのか、うん、指導研修だって、それこそ後から生徒とかに、ね、周りの人に聞いたら、うん、いやだってもう昔からやってる、何歳、6歳ぐらい、そう、でもその劇団の時はもう全然エキストラしか、田中さんは、あ、そっか、歌手でデビューしたってことになっちゃってたよね。そうですね、うん、その前は、私はなんかね、ミスマガジンコンテスト、うん、で、高校生の時か、斉藤由貴ちゃんの時。ああ、はいはい。伊藤麻衣子ちゃんもそうでしょ、麻衣子もそうだ、ミスマガジン。じゃあもっと前じゃないですか、前。そうかな、うん、そうか。うん、マガジンやって、その後、レナウンのイエイエガールっていうキャンペーンガールやって、
てスカウトされて、うん、で涙を垂れる、うん、僕は田中さんって言ったらね、うん、もう誰も愛さないですよね。ああ、乗っかない。まさに一緒に出てた。私も出てた。ね、そう、ね、弁護士役ですね。見てた。悪徳弁護士。人脈役だからね。殺されちゃう。そう、ね。毎週見てた。あ、本当ですか。ハマってました。ハマってたのね。ありがとうございます。これちょっとさ、なんかもうお土産持ってきてくれた、うん。これちょっとワインの袋しかなかったから、ちょっと荷物になったんだけど。ありがとう。何？どうぞ。うん、宮田さんにもこれトマトジュースよかったら飲んでください。すごーい、これ北海道のフルーツトマトのトマトジュース。美味しそうだね。濃いからよく振って飲んでください。これもうちはもう毎朝お酒飲んでください。健康的な感じだ、うん、これで焼酎はあ、美味しい。絶対いいと思います。あ、ビールね。昨日ちょうどトマトハイもらいました。じゃあちょっとトマトハイからいった。あ、ちょうどいいかもしれない。ありがとうございます。いいんですか、僕も。もちろんもちろん、美味しいので飲んでください。これ何も美味しい。そう、なんかだんだんほらこういう年になってくると健康第一って。そうだね、ね、青汁。そうスムージーもね、もうちょっと暖かくなると毎日使ってる。あいろんな角度からどれがいいか後で選ぶ。いただきまーす。いただきまーす。お箸で食べるの？あ、なんかのりちゃんは手で食べる。手で食べる。うん、うん、サイズ感がいいですね。ね、うん、すっごい。マグロ、トロというか、そう、中トロ、中トロ、うん、セリフ覚えられる。そこが心配。暗記できなくなったらもうボケてるっていうか、ダメだね。もうできない、ね、呼ばれなくなる、犯人はほぼ喋んないんです。犯人の役だったんですけど。ラッキーじゃん。